白帯さん、初心者向け、バタフライ、フックガードのパスガード、BJJ。はい、なお先生、はい、今日も、質問がコメント欄に来てます。はい、新潟県西区にお住まいの、糸坂さん41歳から質問が来てます。フックガードの、フックガードの、パスの仕方がよくわからないんですけど、いつもスイープされてしまうんですけど、簡単なフックガードのパスガードの方法があったら教えてくださいとコメントが来てます。あと、フックガードとバタフライガードって何が違うんですかって質問来てるんで、それもちょっと答えてもらっていいですかね。わかりました。はい。フックガード。はい。フックガードのパスですね。はい、じゃあちょっと僕、フックガード下からやりますんで、ちょっとパスお願いしていいですかね。はい。こういうことですね。そうですね。フックして両足にフックかけられている状態で、この状態の時に一番してはいけないことというのは、やっぱり自分の状態を起き上げたままにしておくと、相手も起き上がってきて、脇を支えて、そしてスイープをされてしまうということですね。おそらく糸坂さんもこういうスイープされたんじゃないですかね。おそらくこれぐらいしかないですよね。はい。ですので、まずやっぱり相手の上半身を起き上がらせないということが大事になってきますね。で、あとは脇を支えないということなので、できれば、まあ、レシピ的なことで言うと、頭をどちらか両サイド、脇のところに、振るにつけます。そうすると、相手は、まあ、起き上がることができませんので、で、なおかつ足にもそんなにもう力が入らなくなるんですね。そうすると、やっぱり相手はもう起き上がれないので、この状態で、できれば、両方の帯を持って脇を締めます。そうすることによって、相手の足を制することができますので、自分の足を開けて、フックも足を回して外して、そのまま横に歩いて、サイドを取っていきます。はい、ちょっと逆もお願いしますね。あ、これ締め付けが強いときついですね。そうですね。はい。帯持たれるときついですね。足をクロスしているので、まあ、足の可動域が狭くなるので、相手の足はもう効かなくなりますので、逆サイズだと、頭、相手の脇の下ですね、入れて、両方の帯を持ったら、自分の脇を締めます。気力を上げて、この状態で右足を展開するようにして、横に移動して、サイドを取っていきます。はい、こっち向きですかね。ちょっと斜めというか、こうでいきましょうかね。もう一回お願いしますね。はい。相手の両方の帯を持って、自分の頭を脇の下に入れて、肘を閉じますね。相手の足を制して、両足を上げて、足を回すようにして、相手のフックを崩します。そのまま、最後にこうしていきます。はい、先生、しつこいですけど、もう一回この角度で、はい、お願いしますね。はい。よいしょ。両方の帯を持って、脇を、頭を脇の下にですね、脇を締めます。両足を上げて、足を前から出して、最後に、どうしていきます。これが形ですね。はい。これがベーシックなやり方になりますね。跳ね上げられると僕の足もこうついていこうとしても追っかけられないですね。そうです。もう高いところで跳ね上げられるんで。はい。まず、あとバタフライガードとフックガードってどういう違いがあるんですかね。はい、一緒だと思います。同じですか。はい。呼び方が違うところですね。アメリカとか向こうだとバタフライになって、はい、日本だとフックガードなのかなっていう、はい、認識だと僕は思います。まあ、ラーメンと中華そば的な感じってことですね。はい、バタフライって蝶々でしたっけ。そうですね、蝶々で、ね。あ、蝶々でいいんじゃなくて。わかりました。糸坂さん、わかりましたかね。はい。ということで、何か、直先生に聞きたい、基本的に柔術のことで聞きたいこと、まあ、プライベートでもいいですけど、聞きたいことがあったら、糸坂さんのようにコメント欄に書いてください。はい。皆さん、じゃあ、バタフライガード、フックガードのパス、練習してみてください。Dream Fantasy! Dream Fantasy! Dream Fantasy!